職業は紋章上絵師です。冠婚葬祭とかそういう着物に家紋を入れていくというのが私たちの仕事です。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。中学校を卒業してもうすぐに弟子入りして、もう54、5年ですかね。家紋というのは刺繍でも入れます。手の方が柔らかみがありますけど、やっぱ機械になってくると硬いんですよね。もう全然違います。家紋というのはやっぱり家々のやはり歴史がある、なぜこういうもんなんだろうっていうところとか、そこがルーツになっていく場合があるんですよね。自分の家のもんだけはやっぱこう知っとってもらいたいなと。刺繍にしてもそうですけど、書き物にしてもそうですけど、家紋を入れようっていう気持ちを起こさせるっていうのは我々のやはり仕事を、やっぱりそういう気持ちになるようなやっぱり紋を残していけたらなとは思ってますね。まあ、私が未来に残したい風景はもう福岡城です。もう城は好きですね。もう石垣とかやっぱ瓦ですかね。瓦一枚一枚にやっぱり家紋が入ってるんですよね。やっぱりそういうのを見るのがですね、歴史をもうすごく感じますもんね。もう何も考えなくてもう景色を見るという、やっぱりそこがやっぱ一番言わされる場所じゃないかなと、やっぱりそうは思います。